ソマゾフェスティバル。わあ、イエーイ。ド M 調教プロジェクト会長と書いてあります。会長さんだ。ああ、いいお尻。ナイスお尻。いや、私もお尻好きなんですよ。うん、人のお尻見るの。じゃあ今めっちゃ良かったっすね。はい。小湊よつはのチャレンジチャンネル、イエーイ、始まりました。さあ、お疲れ様でした。さあ、今回はどんな女の子が来てくださるんですか？なんかね、前回があってね、すごいご機嫌ですよね、今。はい、楽しかったです。前回ね、すごい攻められたので。はい、え、今回も今回も反省官の方、クソ謎フェスティバルです。わあ、イエーイ。もう否定しなくなってるじゃん。もう受け入れちゃってます ね。困りましたね。困りましたね。だけどなんか話聞くと、S でもいろんな種類があるそうなんですよ。 S でも S でも、え、じゃあどんな感じなんだろう。じゃあレイカさん優しかったから、もうめっちゃもう、感じかな、ポケットに出す。ちょっとヤンキーみたいな来ちゃうかもしれない。はあ、ちょっとそれはお楽しみで。はい、呼んでいいですか？はい。はい、ゲストさんどうぞ。あ、こんにちは。お願いします。お願いします。書いていただいてありがとうございます。はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあまず自己紹介をお願いします。はい、変態なんでも鑑定団のアンズです。よろしくお願いします。アンズさん、お願いします。ちょっとあのマスクで顔がちょっと私にだけ映っていただいてもいいですか？はい、あ、ありがとうございます。肌綺麗。肌が綺麗。ありがとうございます。はい、じゃあ読ませていただきます。 M 星館ですね。ファーストが C カップ、ビタミン C。 一緒ですね、C。 一緒ですか？一緒です。今までの彼氏の人数が6人で、経験人数が9人。これはワンナイトですか？ちょっとどうなんですか？ワンナイト、ワンナイトだ。ワンナイトじゃ なかったりして、セフレ？いろいろ、いろんな人がいます。わあ、転がされちゃった。濁されちゃった今。はい、で初体験が16歳、高校生ですか？はい、2年生です。高校2年生。S or M が S。 本当ですか？本当です。めちゃめちゃ本当です。はい、ありがとうございます。自分のエッチな魅力を一言で、妄想豊かなアンズワールド。発音良くない？アンズワールドということで。ね、え、どういうことですか？すごい私妄想力めちゃめちゃ豊かで、はい、夜ドライヤーしてる時とか頭の中にお花が咲くんですよ。え、頭の中にお花が咲く。お花が咲いて、なんかいろんなことを思いつくんですけど、はい、M 星が職業病みたいな感じになってて、はい、その日にあったこととか思い出して、あ、もっとこんなのしたいなとか、今日こんなの楽しかったな、他の人にもやってみようとか、ずっとぐるぐるしてて、それをなんか X とかに書いちゃうんですよ、お店のアカウントとかに。どういうこと？アナルに指突っ込みましたとか。それも日常だし、はい、私の妄想も入ってくるんで、もっといろんなことが。アナルに指突っ込みました、日常なんだ。日常です。アカウント今見つかりまして、はい、アンズハート鑑定団ド M 調教プロジェクト会長と書いてあります。会長さんだ。あー、お会いできて光栄です。なかなかね、会長さんに会えないですよね。自称会長やってます、ね、会長さん。会長さん、アンズ、き、き、大丸、き、丸、
対応してないんだけど、ご本志くんが丸2個持ってきてくれて、疑似キ丸プレイした人生初キ丸。不正字ばっかり。え、これ何？キ丸って。黄金プレイっていうのが M 星館あるんですけど、それに私はちょっと対応してなくて。何ですか？じゃあ人生初。そうです。黄金プレイ。疑似でやろうっていうことで、何度か来てくれてる変態なお客様が、あんこを持ってきてくれて、そのあんこを塗ったのを。あんこ？まず黄金プレイは今分かってます。買ってないです。わっ、え、どういうこと？え、どういうこと？どういうこと？おお、はい、何？どうするんですか？お、はい、このお尻の近くに塗って、はい、それを食べる、踏まれながら食べるっていう疑似。踏まれながら食べる。はい。ポスト、あの面白いのたくさんあったので。うん、あの見てみてください、アンザさんの、うん、私も見ます、そして自分をエッチだなと思う瞬間は、くびれ、お尻、太もも、足。どういうことですか？これは私、下半身がこの見た目以上にムチムチしてて、うん、すごい来てくれる方に褒められることが多くて、うんうん、そのド M の男性ってお尻フェチの方とか、うん、足フェチの方とかすごい多くて、うん、踏みつけてくださいみたいな、踏みつけられたいですっていう方が多くて、その辺がすごい一番多いので、ちょっと立ってみても大丈夫ですか？はい、回って、ああ、ありがとうございます。回っていただいてる。もうすでに回っていただいてた。え、うん、全然そんな感じしないですけどね。うん、超細いですけどね。小宮さん、いつもあのバストチェックみたいなされてるじゃないですか。いいんですか？え、どこならいいですか、逆に。ここら辺？こうとか。いいですか？すごいノリノリだ。ありがたい。失礼します。ああ、いいお尻ナイスお尻ありがとうございます。視聴者に、あのやっぱこのラインですよね、はい、やっぱ大事じゃないですか、こう、こうじゃなくて、この、ナイスお尻ナイスお尻ですね。いや、私もお尻好きなんですよ、あの人のお尻見るのじゃあ今めっちゃ良かったですね、はい、いや、だから触っていいのかなと思いましたけど、結構ね、あの、ノリで、ノリノリで差し出していただいたんで、ありがとうございます。はい、ぜひ、アンズさんのお尻を見に、レッツゴー。はい。人生で一番の思い出のエッチは、一晩7回。絵文字が。一晩で7回、はい、フィニッシュ終えてもうすぐまた再開みたいな感じですか？10分ぐらいは休憩があります。10分なんかもう試合ですね、なんかアスリートだ、うん、それは彼氏さん？当時私が一方的に好きだった人です。じゃあ彼氏ではないな。その時はその S 感というか、なんか出てるんですか？そうなんですよね、相手の方が結構年が上の方だったので、うん、やっぱり後半になってくるとだんだん元気がなくなってくるじゃないですか、オレオレオレみたいな感じで、なんか頑張らせないといけないので、そこでやっぱ攻めることが後半になるにつれて多くなってきます。うん、何歳ぐらいで男性？20個上とか頑張りましたね、男性の方。そうですね。それは7回とも全部こう同じ場所同じプレイでした？あ、そうです。基本的には私が向こうを頑張らせるみたいな感じで、私も頑張るっていうのを7回。すごいな。
どういうことをするんですか、頑張らせるっていうのは。なんだろうな、うん、それこそ乳首されたりとか、うん、ちょっと耳のあたり攻めたりとか、うん、弱そうなところを見つけて、うん、どんどんいろんなことをしていく感じです、うん、終わり時逆に分かんなくないですか、うん、朝になりましたお知らせです、朝になりましたみたいな朝になったから、じゃあもうやめようかって、はい、チェックアウトの準備しようって言って、あじゃあそれなかったら、はい、まあ8回か9回か抜けたかもしれないってことですよね。そうかもしれないですね。すごいな。で、人生で一番変わったエッチは友達の寝てる横。あ、またまた、うん、意外とあるあるなんですね、寝てる人の横で、うん、どのシチュエーションですか、ちなみに。なんかその日は私がそのお友達と遊ぶ予定があって、最初2人で遊ぶ予定だったんですよ、はい、でもその時に当時付き合ってた彼が時間できたら一緒に遊ぼうって言われて、はい、3人で遊ぶことになって、はい、で3人でご飯食べてたら終電逃しちゃって、じゃ近く泊まろうよって言って3人で泊まったんですよ、はい、で普通に寝てたんですけど、なんか朝方起こされてみたいな感じです。あー朝方起こされて、ジャンズさんだけ起こしてみたいな、はい、彼すげー、彼の方から結構スタートしてて、はい、プライベートではそんな私 S ですって感じではないんですか。割とプライベートだとノーマルプレイが多いかなっていう気はするんですけど、まあ多少せめて良さそうな雰囲気があったらやります、うん、やりますね、で明るい感じでじゃあ様子見てって感じですね、うんうん、どこまでされるんですか、プライベートで攻めるだと。割と普通かもしれないです、うん、ちょっと気筒触っちゃったりとか、うん、乳首触ったりとか、うん、ほんとその程度、うん、控えめに、控えめな、はい、お部屋のテレビ台におちんちんのお人形とかはね、まあ置いてないですね。ちょっとだけおもちゃがいるぐらい。あ、いるんだ。ちょっといります。いるんだ。それってなんかこうもう見える状態でこう置いてる。あ、いや、めちゃくちゃ隠してます。隠してるんだ。そこは隠してるんだ。はい、男性用にそういう電動の機械とかがあるんですね。そうですね、男性用もあったりとか、うん、普通に女性にも使えるやつを応用したりとかもできるので、電話とかですか。電話とか。電話男性使えます。使えます。どこに使えますか。え、乳首でも先でも。 あ、そうなんだ。うん、痛いってなりません。強さを本当にすっごい弱くしたりとかして、まあ、それだけじゃなくて一緒に触ってあげるとか。新しい。だってしかもそれって結構こうなんかめっちゃ攻めてるド S な行為っていうわけでもないじゃないですか。そうですね、一緒に楽しいみたいな感じです。いいですね、うん、はい。もう話聞いてて、はい、なんか S 感はそんなにね、なんかあんま感じないんですけど。確かに。お店の時だとやっぱスイッチ入ったりするんですか。そうですね、お店だとド M の方も来るし、うん、結構フェチプレイがしたいっていう方が多くて、うん、女王様系でいじめるっていうよりかは、うん、私の場合は変わったことがしたいとかが多いので、うん、ノーマルプレイじゃない変わったことっていうのが一番多いかもしれないです。私フェチプレイって今気になってるんですけど、うん、お尻のフェチプレイがしたいってなったらどんな感じなんですか。どのぐらい開発済みかによるんですけど、最初指から入っていろんなおもちゃを出したりとか、もっとその上行くとペニバンだったりとか、うんうん、あ、じゃあペニバンは結構上の。そうですね、うん、ペニバン以上になると本当腕になっちゃうので。違いがする。腕じゃあの天狗でしょ。今普通の感じ話してましたよね。ですよね。ですよね。帰りを電車で緑茶のふりして平然と飲みながら帰るっていう方とか。初めて聞いた。立ってもらってお尻眺めるのちょっとやってみますか。え、いいんですか。
うわやばいってこれは。ご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねお願いします。